おお、マロヤ、やっと来たか心配していたのじゃよ。おじさん、持ってきました。おお、よくやったの。どれでじゃあ約束のもの。あ、なんかそういえばそんな財布すられてたな。これじゃ盗まれて食べられたりせんようにな。ちゃんとおじいちゃんに渡すのじゃぞ。コオロギせんべいをもらった。給食？給食の最悪のデザート。これマリオさん、ありがとうございます。これでおじいちゃんも喜んでくれます。よかったな。コオロギ食ってなんだろう。もういいだろ。もう栄養もっとあるもん食わしてやれよ。そんな金ねえのかよ。ガキンジョどもにコオロギ食わすくらいこの国は痩せこけたのか。心痛まねえのかよ。普通にそんな誰か止めるやつはいなかったのか。大人は戦時中じゃねえんだからよ。食える時に食いたいもん食わしといてやれよ、マジで。でも一食減らずサラダ作んなくていいから、コオロギ食だけやめさせてやってくれ。寂しいもんじゃ。そうなんだよね、忘れておったよ。コオロギせんべい、お使いご苦労さんね。そいじゃ、おだちにあげちゃおうかな。カエル仙人だって、どうせ戦争上がりだからな。コオロギ美味しいと思うだけだから。戦争味わってないガキからしたらもう屈辱でしかねえよ。鼻の蜜くらいでいいからな。もうおじさんたちからしたらマジ何なんだな。給食で宇宙グミ出されるくらいだな。もっともっときつい気がするな、なんか。我々が、美味しいと思うもの、また我々が食わされていたものとは一体。ポイフルとか嫌だな。給食でポイフル出てきたら絶叫するわ。おじいちゃん、スターピースについて何か噂を聞いてない？ポケットにケツポケットに入れて食いましたって先生に言い張って給食片付ける。ポイフル全部食うまで給食は終わらないぞって言われた。星の降る丘におっきな星が降ったらしいのね。スターピースだといいね。オクラマ、なるほど、あそこなら確かにスターピースどうしてきそうだ。よし、早速星の降る丘に行ってみよう。こんくらいのボイスでいいかな。星の降る丘に行くぜ。最高だぜお前。誰が4人乗りの車出せねえの。お母さんが借りれるやついねえの。車出してくれよ。一緒に星を見に行こうぜ。望遠鏡はみんなでレンタルしようぜ。折半して。どんだけ金ねえんだよ。ちょっと極貧でも充実している大学生活だ。スーパーセルタグの社長、星を見に行くぞ。星フロー、もうカービィみたいになってきたね急に。丘っつうか、もう惑星っつうか銀河っつうか、なんちゅうか。なんだこれ、鍵かかりたい放題だけど、なコテージみたいな感じなの。花に話しかけた星の扉が来ます。じゃあこちらで。話しかけられないや。まあいいや、楽しもうぜこの丘を。ここが星の降る丘。スターロードの星となった人々の願い事が流れ星となって地上に降りてくる場所だ。クラマってこんな感じの声じゃね。しかし私頑張ったらモノマネできるんだけどな。今日は気力ねえからやんねえわ。さてカエル仙人に聞いた話ではこの丘のどっかにスターピースが落ちたらしいが、さあマリオは4つ目のスターピースを探しに行こう。これ何？敵だよ、聞いてねえぞ。百均のコンペイト意外とうまかったんだ昔は。こんなのあんじゃねえかよ普通に。野ざらしになってんじゃねえか。価値のものの価値もわからねえやつが。スターピースに触れていいと思うなよ。やったー、難なくクリア。5人でスターピースを囲ぶ。トゥルトゥトゥトゥルトゥトゥルトゥトゥ。SDGs 紫。間に合い、まだ間に合い、まだ間に合い、いけ。パープルリボンしか出てこない。 SDGs あった、待って、 SDGs あった。え、待って、 SDGs 紫ないかも。一番近い色だと10番、人や国の不平等をなくそうでした。人や国の不平等をなくそうか、しみるね。キノコ国、やはりスターピースはここに落ちていたんだな。さて次はどこに。確かこの先にリップルタウンという町があるはずよ。海辺の賑やかな町らしいから何か事情があるかもしれないわ。行ってみましょうよ。すー、うめえアラビアーダが食えそうだぜ。噛むなよ。残るスターピースあと3つ。ずいぶん遠くへ来たけれどまだまだ旅は続きます。アヒージョ食いてー、海沿いで。最高だぞお前、パラソルの下でよ。
潮風浴びながらアヒージョ食うんだぜみんなで。夢みたいだな。リップルタウンだかアップルタウンだったかな忘れたけどよ、リベットタウンだかなんだか忘れたけど、そんないい待遇をしてくれるんだったら移住してもいいかしらもね。危ない危ない危ない。海沿いでアラビアータがアヒージョが食えるんだったら住民税払ってもいいわよ、リップルタウンだかなんだかに。せっかく住民税払ってるんだから、リップルタウンでアヒージョくらい食わなきゃね。損だわ。来たリップルタウン、うー盛り上がってまいりました。ここは宿屋だよ、ただでいいよ、泊まろう。そうですか、住民税だ、これも住民税の力だ。リップルタウンに住民税を払っているからただで宿屋も泊まれるんだ。夢みたいだぜ。おい、なんか奪われたんじゃないのか。ただより安い、いい話はないからな。ただより安いものはねえ、なんだっけ、ただより高いものはねえ中に入ってもつまんないよ、気にしないで。まずい人身売買を行われてるぞここは。なんといっても海沿いだからな、交易には人身売買がつきもの。頼もう。海の真ん中に流れ星が落ちた、多分海賊の。なんだお前たち具合悪いな。多分海賊のジョナサン・ジョーンズが待っています。強いよ、買収されてんだこいつらも。そうっぽいな、なんか腐れキノコども。ただでさえキノコというだけで腐っているというのに、中身まで腐ったときたか、キノコ連中たち。菌類が地球上に存在しちゃいけなかったのだ、菌類など。くるくる回って見てると面白い。まずい、心が壊れている、働かされすぎる。だから言っただろ、地域の人たちにずっとゴミ拾いばっかさせると、ゴミ収集ばっかりさせるとこうなるって。自治体が終わった。そしてなんだここは、決闘場みたいな。はっ、でここまだ入ってなかったんだし、記憶ねえよ、全部同じ家なんだもん。きなすった、何け分譲住宅みたいな、そういうの言うんじゃないのこういうの。おい、私のお母さんが公務員だからこういう時の知識からぞ。なんて言うんだっけ、分譲住宅じゃないのこれ、合ってんじゃない。俺やっぱそうだ、分譲住宅では分譲住宅地に同じような家をいくつも建てることから資材を大量に調達し建築費を安く抑えられるという特徴があります。やはりここは分譲住宅、分譲住宅地だったんだ。気なすった、よくもまあ気なすった。俺が長老だ、この町で一番偉い、偉いんだぞ、分かってるか。そしてさらに偉くなるためには目上の人が喜ぶようなご機嫌取りをしなくてはダメだ。というわけで流れ星は海に落ちたのだ、早く行っといて、捧げられるかも海に。あ、お帰る俺やんけ。いやいや、チミヤマリオくんだね。僕は去年ケロ記録を卒業した帰る千人の弟子でもさ、自分の住み地が見つかるまでこの長老の家に居候をさせてもらっています。苦学生、なんだか随分町が静かだけど、いやいや旅のお方みたいな、旅の中に牧師がいるとただで泊まらせてくれるからな。おっと、逃げるか必ず成功します。使うとそのバトルを始めから、おーすごいね、あなたを超えたくて。あ、すごいすごい、全部いらない、なぜなら私はエンジョイ勢だから、課金は使わない、美課金にもならないから、ね、毎回運営がメンテナンスするたびに石くれってリプレイ送るだけだから、私はあんまり舐めるでないぞ。エンジョイ勢の狂気、エンジョイ勢がこうやってアプリを殺していく、アプリを一つずつ丁寧に潰して。でもグッズ買ってるっていうやついるから、課金しないけど自分はグッズ買ってるから貢献してるみたいな。まあいいけど、応援の仕方は人それぞれだけどみたいな。おっと、なんだろうこれ、おや人間が食うのは久しぶりだな、いらっしゃいます、何をお望みで。ありったけの、ありったけのセーラー服をくれ、セーラーつなぎ、セーラードレス。なんでクッパだけマッパなんだよ、マッパ推奨なんだよ。こいつ基本的にマリオとさ、マロだけ強ければ別にいいんだよな。よらひー、わしもマリオにキャラクターが寄ってきたかも。
お前がまんまミーヤとか言うなと、私もヨロレイヒくらい言ってやんねえと。キャラクターで曲げるから。ゲーム実況者はキャラクター命。ひょひん。トゥトゥトゥルトゥトゥトゥ。これこれこれが欲しかったんだよ。私はこれを待ってたんだよ。よし、レベルが2も上がっちまった。ボン、ついでに。蹴り飛ばしてけ。で、トゥルトゥルトゥトゥル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 トゥ。ピーチの方が、やっぱ女性はダンスがしなやかでいいな。見るに限る。ダンスは女に限る。お前は HP でいいよ。まあ、別にいいんだけど。お前物理だ。とにかく物理。役割分担を大切にしよう。お前も物理だ。ピーチ。ピーチ、お前は家事スキルを上げろ。HP でいいや。玉止めをできるようになりなさい。いいですか？いい女というものは、いい女というものはですね、家に茶こしが5つあるものです。スイーツを作るために、そしてそのスイーツを食べるためのお茶を入れるためです。茶こしが5つないとダメですよ、ピーチさん。飲み込まれちまえ。こういうのなんだ。ピョイン。随分楽しいじゃない、こういうのも。悪くはないね。海の中で死ぬというのも悪くないのかも。いろろろろ。星か、お前たち。星降りやがって。てってれってれってれ。入ろ。ついに沈没船まで漁るようになったか。沈没船。読んで。書いて字のごとく。読んで字のごとく。どっちでもいいよ。もうどっちでもいいよ。日本語なんてもうどっちでもいいよ。語用でいいよ。語用が正しく使えた時あるんだから。伝わる方でいいや。ガン虫。顔パスも顔パス。あ、危ない！日体大が！とんでもね、日体大の白いズミがよ。団体行動なんて外でやんねえかな。色白で当然なんだよ。クソ、美肌ケア怠んねえな、こいつらも。美白ケアが。1、2。でもマロのこの地で白くいってるやつだよ、勝てねえから。お前たちの人工肌にはマロの色白っぷりには勝てない。分かったか。トゥルトゥルテレテレテテレ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 。レベルアップだ。マリオのレベルが10になりました。肩かゆい。マリオのレベルが10にありました。税負担額が増えます。収入が多いと何かと、レベルが高いと何かと不利だな。この世界も辛いよ。辛い。いつになったら幸せになれるんだろう。どれだけ稼いでも稼いでも貧乏からは脱することができない。悲しい世界だ。だからみんなバカみたいにキノコを食う。キノコがコスパいいっつってずっとキノコばっか食って、貧乏飯っつって焼きそばにスーパーで50円で買えたえのきを混ぜて食ってる、みんなで。悲しい。僕もマリオさんみたいになったらこの生活から脱することができんのかな。町の子供が言って、マリオが、違う、何も変わらないさ、えのきが少し増えるくらいでな。食える量が変わるだけで食えるもんは何も変わらないのさ。レベル10になったってね。だから夢を見るのは、それでも僕は夢を見るなどは君たちに言わないよ。君たちから生きる喜びさえ奪ってしまったら、君たちはどうなってしまうのよ。痛い。うわー、弾けとんの。カエルコインだ。てっテレッテレッテッテレッテ。カエルコインも今レート低いから。ふざけるなよ。逃げるぞ。この間に叩ききれ。いい、何度でも情けない姿を晒して金にしがみつけ。一線が惜しい時代だ今は。ねえ、ちょ、溝に入っちゃってもう出れないんだけど。積んだかも。死ぬー。よし。え、やばい、詰まった。え、マジで詰まったんだけど。こう、
一回逃げてマロのスペシャル技を使う。ほら見てこれ挟まってこの間に挟まってここに骨をうずめるしかないのかも。でってるってるって、じゃマジマジ出て、おっしゃ、やっぱ倒さないと出れない仕組みになって。誰もなんだこれ、一斉に押せみたいな。何でもいいけど、私は何でもいいけど、あなたは何でもよくないんじゃないかしらなんてね。でこれでこっち押すと、おっとラッキー、地図も手に入れたと。背は一つもない、あかーん。つくぞの背がないやつ、横とか傘あちつ、ダメだこりゃ。キーワードを決めたらここに3個の角、惜しくね。どうせ海関係だろこんなの。コイン全部取れみたいな話だと思うけどね。黙り合わせてうまいのにゲーム。うわ1個取り逃しちょっと喋っちゃったもんだって。次で無言だったらいける。ゲーム実況者で喋っててうめえのなんて相当だからな、あれ。はい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 、あー詰まった、あー詰まっちゃった。あそこちょっといるんだ。はい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 、あーこれいる、うち、私のゲーム実況にこれって求められてる、コンビニゲームクリアすることって。本当やるけどさ、それは死ぬもの言わんと私はやりますけど、はい、やりますけどさ、大食い系 YouTuber とかの人たちがさ、その食ってる料理がお手製かどうかとか別に問われてないのと同じだと思うんだけどな、私はこういうミニゲームをやるかどうかって。キャー、まあいい、いいですよ、私の忍耐力っつうの見せてあげますよ。お前もう2年目だぜゲーム実況始めて、私もそろそろ2年目突入すんだからな。こんなんで死ぬこと言ってらんねえよ、お前。泣き言言うな。ちょっと複雑だ。くっ、じゃあ次でラストにするわ。一回区切りよくな。時間って有限だから。はい。はい。それもな、カレーさ、カレー切るだけ切ってさ、全部焼いてさ、水入れてさ、これもうマジで意味わからん正直。ああそういうこと、頭で撃つのこれ。おい、これはできんのかい。最後の文字はんだ。はい、背は使わなくて最後の文字はね。あー迷路くらいだったらまあ単純で好きだわ。頭こんだけあったらもう分かるけどな、勘で。わし目押し得意なんだよな。あ
あ、いた。あ、いたわ。なん？点々のついた音は一つだけだ。これが大人の力だ。覚えておけ。てんてれてれててれてれ。編集点。まだ負担額が上がった。このこの子がマリオ追尾してるみたいなこと？早っ。かがどこかにある。こんだけやりゃいけるわ。最後に一回だけやってみるか。このコイン部屋も。もう今温まってきてるからだいぶ。体も頭も。もう指先の繊細な動きだってついてきてるはず。やるぜー！5つもありゃ十分だ。謎解きなんて本来は1つでもいいがね。最初がスクキゾカン、ダクテイックがこっちのの缶だ。の缶は合ってる気がする。だったらこっからダクテンとここ合わせてくれ。スなんとかの缶。え？文句も言わんとやりますわ。生き残るためだ。これがマリオワールドのためだ。ひいては国を名乗ってる以上、国を代表して私はやらねばならぬ。キーゾは区の前にある。ゾは区の前にある。ゾゾ、え、ここ水族館。何それ、水族館。ちょっとたまげちゃった。いやこれ海、海洋生物にまつわるんだろうなとはまあおよそ予想ついてましたけど、あ、水族館になるんだ。水族館って陸にあるものだからこんな海中は関係ねえのかと思って。水族館かい。海賊船だからそっち水道管とかのは近いのかと思ってたわ。はあ、なんだよ急に。なんだよ、浸らせろよ水族館に。自分の察しの悪さに絶望してんだから今。お前たちがやるべきはちょっと声かけるぐらいでいいんだよ。足向けんな。わしに足向けて攻撃すんな。じゃあのー、いて、帰ってきた。帰ってこなくてよかったね。に日本人魚みたいな、燃えるゴミの火に出した日本人魚みたいなもんなんだから。クッパなんて帰ってこなくていいのに。帰ってくるな。寺で燃やすぞ。次お前下手なことしたらクッパてめえ燃やすぞ寺で。そこにハリセンボンがロケしに行くから。寺に供養された人形のロケ懐かしい。知ってる人いんの？あ、やば、帰ってくるな。 BB 弾か。土に帰れ。最新鋭の BB 弾になれお前マロは。撃ったやつ帰ってくるな、痛いから。部屋の中で撃った BB 弾みたいな。クッパお前帰ってくるな。帰ってくるなよ。お前危ないデカじゃないんだから帰ってくるなよ。じゃあ、わしは Google の回し者だから、サファリは開かないですよ。ゲッソーとか、怯え尽くしてるじゃねえか。大体こういうの聞くんだよ。タコスバゲッソー。うわー、弱点じゃないのこれ。特大火力なんですけど。いけー。聞くね。あー、お前帰ってくるなよ。
お前はね鮮度がないんだから帰ってくるなよ。忙しいのよこっちも。あのなんて言うんだっけ、私マジで年間行事1個も覚えてないんだよね。単語の節句しか覚えてない。お盆か、弱っ。思い出した割に言ってたこと弱っ。まあ別にいいだろ、私畳みかけるやつ得意じゃないんだよ。自分で敷いたルールの上歩くの嫌いじゃない、嫌いじゃん。わしは千年生きとるから。千年も生きとりゃな、それ年間行事なんだよ。逆に寝て起きたらもうお彼岸じゃ、わしからしたら。毎日がお彼岸じゃ。スーパーファイヤー、炙りかよ。私イカは炙りじゃないかな、生で行きたいから。ちょっとあんま考えが及ばなかった。ファイヤーが弱点なんじゃないかなって。だから水族館とかさ、そんな海の中もさ思わせといて、なんでここで炎で炙るって地上的な考えになるんだよ。もっと海洋的に雷を弱点にしとけばいいもの。障害所得12枚ペンテラテラテテラ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 テトゥルトゥルタラテラテトゥル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 、はいはい、トゥル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 。私がもし甲子園出たら今の曲を演奏してほしい、吹奏楽部に。こっちか。おーっと日体大じゃないか。おーっと日体大が暴れ狂っておる。これだから日体大卒は使いづらいんだよ。課長どうして日体大卒を雇ったんですか。いて、あいつらは団体行動に固執しておる。ワンマンプレイができぬ、生産性が悪いのじゃ逆に。よし来た、中米服部中兵衛、次期リーダー候補。なんだハートを食われている。ハートは食われても身まで食われるな。これうちのパーティーのね。トゥルトゥルトゥトゥル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 、かくんね。二本足で立ってて可愛い。え、なんだてめえは。何、星を探しに来た。残念だったな。あれはこの海に落ちてきたもの、すなわちこの海で最も強い男であるジョナサン親分のものなの。確かにフランチャイズの中で一番ジョナサンがうまい、つまり強い。もっと残念なことを教えてやろう。てめえはここを取れないぜ。ジョナサンはフランチャイズなのか。適当に言うだけ言ってみたけど、まあ、どうせそうだろ。どうせそういうことにしとく。じゃなかったらお前がこの海で最強だなんて威張れるはずがないからね。責任転嫁全部ジョナサンが悪い。私もココスの方が好きだけどね。ココス別にそんなだったな。ココスはすぐなんかコラボするからな。シリガルチャイルド、シリガルチャイルドだからな。フランかは知らんがシリガルではある、子供向けであるから。シリガルチャイルドと今は仮定させてもらおう。そう死ねえ。ジョナサンってさ、スカイラックグループじゃないんだよ、あれ。そこがめんどくさいよね。ちょっと待って。よう分かんなかった。上の仲間に報告だ。やったー。結局これはもう何でもないんだ。この管楽器は。金楽器か。いないぞ。逃げたか。何でもいい。あそこだ。金管楽器でした。あそこだ。子供くれ。うわー、やや避けるとは卑怯な。残念だったな。いや、私が今下の先に口内を飼ってるからといって侮るなよ。あ、もう来やがった。だがここは簡単には通さないぜ。どうしても取りたいなら力ずくで通ることだな。そうですか。いて、いて、痛い。もう今昇進してんの。言いたくないけどさ、マジインスタグラムなんて開かない方がいいぞ。マジインスタグラムのよ、クラスの一軍、もともとクラスの一軍だった女のインスタグラムであんな見ない方がいいんだよ。傷つくだけなんだから。何があったかまでは言わんが。
の中にでも沈みたいよ。毒ガスもくもく、やめろ毒ガスを使うな。むむ、あんたは強いよ。ガロ、ジョナサン親分のところへ通してやる。よかった、鼻詰まってるから毒ガス効かないから。悪いな、毒ガス特効なんだ、 PN 持ちっていうのは。へへ、え、お育ちよくない。あ、違ったわ。ほほう、お前が魔力か、大活躍らしいな。ここまで轟いているとは。このスターはな、俺の海に落ちてきたもんだ。つまり俺のもんってわけだ。もうみんなでさ、みんなあんま侵略してこないんだな。別にお前にやる気はねえ、欲しいんなら腕ずくでってとことさ。まあ分かりましたけど、やりますけど。おお、マリオ RPG ってさ、なんか結構脈力ないじゃん。スター探すっていうだけだからさ、そのスターが置いてある国のさ情勢とかさ事前に入ってこないからさ、こっちの相手のさ、ステージに入るまではさ、何もこっちも情報つかんでないからさ、心構えとかもクソもないから、勝手に飛び込んでってさ、勝手に巻き込まれて勝手に終わるんだよ。だから別になんか特に何の考えもない、結局全部そうなんだ、この国じゃそうなんだで大体終わる。これもなんか海に落ちてきたからどうこうとか言っても、じゃあ略奪するしかねえなしか思わない。きたー、ビリー、やっぱやー、スキップ。エンジョイ勢は早送りで見る公式特番番組を。結局最後だったから特番も見ねえから、ツイッターでスクショ回ってくる、有志がまとめた情報を見るだけ。どうでいいよ、マリオとやら俺様と差しで勝負しねえから。またルールを設ける気か貴様ら。へえ、気に入ったぜ、それでこそ男ってもんだ。男ならしゃあないか。ほら野郎ども、おめえらも俺様応援しねえか。何すんの、差しなの、ガチモンの差し合い始まっちゃったよ。応援されてる数が違えんだてめえとは、期待値が違う。よーし、新しいガチャ情報を出した時のリツイート数が違うんだ私とお前とじゃ。私が1万出したらお前は4572くらい。弱小キャラが抱き合わせのくせにでけ顔すんなよ。エンジョイ勢とはいえそこはわきまいておけ。へえ、リツイートキャンペーンに参加してるだけのアカウントを持ってるだけだ。わしはリツイートキャンペーン用のアカウントを持っているものだ。このゲームはそこまでやり込んでいない。しかし愛着がある。だからグッズだけ買うが、最新情報も特別追うわけではない。ログインしているだけだ。だからフレンドからは切られないが、期待もされていない。よし、このスターはお前のもんだ。男同士の勝負の証、受け取んな。海の中にも男気が流行ってる。巻物が流れ着いたな。ラミネートされてる。ちょっと水に強い男気マニュアルが流れ着いてる。待って。SDGs。ピンク。待って、ピンクリボンが出てきちゃう。ちょっと、ピンク、SDGs。いやこれしかないな、やっぱ紫がない分さ、さっきの一回使っちゃったから、やっぱ人や国の不平等をなくそうしか出てこない。これもっと赤いやつにしとっか。1、あ、これ1だいぶ4近いの。これにしよう、これにしよう。まだ終わってないよね。あと貧困をなくそうです。ピンク、貧困をなくそう。うまそうなグレープジュースでグレープジュースキャラ、一人でスーパーで孤独のグルーみたいなことする。グレープジュース、うまそうなグレープジュース、果汁 12%、 コンビニの 1% と比べたら大概うまい。今日はこのグレープジュースでデザートでもシャレ、デザートとでもシャレ込むか。まずはゼラチンを買い 15g 溶かす。これおいしんぼじゃねえか、途中からおいしんぼになってた。孤独のグルメかと思ったら、まずはゼラチンを溶かす。ゼラチンと水の割合は箱の裏に書いてあるからよく読んでおけ。そしてグレープジュースの中に、グレープジュースを一回取り出して箱を切り抜く、側面を切り抜くんだ。一回出す必要あったの？側面を切り抜くためだ、仕方がないだろ。
そしてグレープフルーツジュースをもう一回戻してそこにゼラチンを入れて冷蔵庫に縦で冷やす。2時間後に冷蔵庫を開き、あえてパックごと包丁で切る。そしたら出来上がり。これがグレープフルーツジュースゼリーだ。キキキ、ご苦労さん、星が見つかったようだな。しかしここまでだ。お前はまんまと騙されていたが、実は俺は果汁軍団の一人、ヤリドビフィ様だ。驚いたか。まあ無理もない。明るく楽しい住人の振りは完璧だったからな。お前が星を集めていることをガジオ様が気にしておる。それを持ち帰れば俺は大手柄。これが上司に気に入られる秘訣。まあ、業績だそれは。立派な業績で功績だからもう何とも言えやん。すり寄ってるとは思わない。抵抗者も無駄だぞ。さあ星を渡せ。断る。そうかい。で本物のリップルタウンの住民はどうなるかな。見してみろよリップルタウンの住民は。なんじゃ、何をする気じゃ。やめてくれー。あ、じゃあ何が起きてるんだよ。罪のない老人がこれ以上くすぐられるのはかわいそうだ。断る。くすぐりフェチだ私は。まさか二人で。おい、そこは勘弁してくれ。あひひひひ。え、どうする。直接的な卑猥な表現言ってほしいわ。私に言わない。いけー。なんとこんなの初めてじゃ。向こう側に行ってしまった。あひひひ。恐るべし。テクニックし。もう帰っていいですか。星あげるんで帰らせてください。次の老人が断る。第二なんだっけ。やばい、もうやっちゃってるよ。第2ラウンド、第3ラウンドときて鼻が詰まって断る。もうやめとくか。くすぐられてるだけだもんな。仕方ない。まさぐられてるわけじゃないから。ちょっと遊んでやったけど、もういいや。キキキ、自分の手を汚さずに欲しいものを手に入れる。俺はなんて頭がいいんだ。そりゃ出世もするわな。ちょっと需要あったぞ。よし、城に戻るぞ。くすぐりよりやっぱ電撃だよな。わかる人にはわかると思うけど、縛り上げるのはね、くすぐってる時に縛り上げておくべきかどうかっていう、そのフェチも話もあるけど、電撃の場合はできる限り拘束しといた方がいいという説もあるが。電撃、遅い。オノフォースは何をクズクズしてるんだ。待ち合わせに遅れるとは早く逃げないと。あ、マリオ、待って、老人見に行けばよかった。泡吹いて倒れたかもしれない。多少錆びてしまうかもしれない。海に飛び込むぞ。ちょっと待って、老人見に行かして。くすぐりで死んだやつ。マジな、そのスターはてめえにやったんじゃねえぞ。そうだ、お前らでやってろ。私は老人を見に行く。男はおとなしく生きろ。勝負にかける熱い魂を忘れるな。もうやろ。激しく火花を散らすんだ。拳でしか割り分かりえないことが。親分、あとはマリオに任せましょう。じゃ老人見に行かせてくれ。聞き手は本当の姿、どんなあられもない姿になってるか。合体だ。何、合体だと。おお、え、おっと、サンセットドゥルッドゥッドゥー来た。これ一番かっけえ BGM 来た。ドゥドゥルッドゥッドゥドゥルルドゥルッドゥッドゥト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 ゥ。80。何、片方は本物だ。無駄口を叩くな。そんな分かりきってる状況の無駄口を叩くな。これでもう暗いな。ピリヒアーサニーファイヤー、聞きすぎー。やったー、障害所得12。でれって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 れ、レベルも上がんねん。老人見に来て。そんなことより、どんな格好になってるんだと思う。ガジオたちもスターの秘密に気づいてる。この先にはどんな手強い部下たちがマンディオたちを待っているのか。ちょっと性癖こじらしてるやつらばっかだろ。ただの、やったぜ、倉庫の鍵だ。ひー、
キッキッキーキッキッキッ。お前たち大丈夫か。どれだくすぐられた老人ってのは。助かったわ。こんな狭くて汚いところもうたくさん。あれか、左上にいるやつが。イエーイ、部屋が一番だね。ピース。いや、まあひどい目にあっただ。ありがとうさんね。どうしてこんなところに日本人妻が。ありがとうございます。ありがとうございます。海の店に寄ってきてくる。海の店に寄ってってくださいね。この度は本当にお世話になりましてありがとうございます。ぜひうちの宿屋にもいらしてくださいね。ただで泊まらせてくれたのに。マリオさん、お前か。お前だったのか。このリップルタウンを救っていただいて誠に感謝しております。まだちょっと舌が回ってないみたいですわ。わしがくすぐられたのは仕方のないこと。ちょっと調べてみよう。くすぐり、性癖。性癖。なんて言うんだろう、くすぐりが性癖の人のこと。くすぐりフェティシズムというらしいですね。相手をくすぐることで、強制的に笑わせ、肉体的精神的苦痛を与える行為への執着を指す。またくすぐられることによって性的快感を得ることを好む性癖も含む。パラフィリアに属するが、欧米で定着した名称のためにフェティシズムの名称で記載する。注意。 SM プレイにおいては拘束した上で行うことも多く、実際にくすぐられるとまともな言葉を発することは困難になる。またプレイとしてパートナーと行う場合には、雰囲気を楽しむためにダメやめてなどの否定的な言葉は大概無視される。そうした場合、本当にダメでやめてほしい場合でも、この場合呼吸困難で酸欠症状が起こってもパートナーが行為をやめない場合がある。そのためプレイ前にセーフワードもしくはサインを決めておき、適切にプレイを止める方法を確認しておく必要がある。だってマリオさんはくすぐられるのは平気な方ですから。ちょっと待って。概要。なるほどなるほど。1970年代に放送されたテレビアニメルパン三世において、主要登場人物の峰不二子がたった1話であるが、全身拘束され無数のマニプレーターでくすぐり拷問を受けており、それを幼少時に視聴した世代の中では性的嗜好として固着した層が存在する。都内ではくすぐり専門店があって、コンパニオンとくすぐり合いができる店がある。コンパニオンって。でも私もなんかさ、アニメでくすぐってるやつ見たことあるんだよな。アニメくすぐり描写で検索。わかんない。私基本的に人が拘束されてたらめちゃくちゃいいからね。面白いから。ああ、これ俺です。どうぞ。ああ、よかった。ルパンの原作 DVD もらったのかと思った。くすぐり描写のある。これを見て学んでおきなされ、みたいな。街の人で、わしはこのように扱うと、良い顔をするぞえ、みたいな。街の人たちがみんな無事で本当によかったわね。無理やりさらった上にこんなところに閉じ込めようって。クッパ軍団はこんな卑怯な真似はせんぞ。お前は正常なプレイが好きだとそう申しておるのか。あんまり老人の異常性癖をいじるなよ。お前もいつかそういう性癖がこじれる瞬間が来るかもしんねえが。てかお前みたいなクッパみたいなやつはもう異常性癖の対象になってるんだからよ。お前は消費されてんだよ、異常性癖軍団に。お前異常性癖軍団の被害者軍団に入っとけよ。みんな無事だったことは全て解決だが、両軸ものがある。クッパ両軸ものが、クッパ両軸高速くすぐりものがあるかもしれないからな。ピクシブに覚えとけよ。そうね、元に戻った街の様子。てか昔さ、ちょっと前の話なんだけどさ、マリオかなんかで、ね、クッパ姫みたいなやつ流行んなかったっけ。テレサ姫だったか、テレサピーチ姫みたいなやつが流行ったんだよ。マリオ、テレサ、ピーチ。あ、結構エロいやつだった気がするんだけど。あったあったあった、キングテレサ姫だ。キングテレサ姫ってやつがめちゃくちゃ流行ってたから。お前もだピーチ。もしかしたら次のスターピースの情報が聞けるかもしれないわ。せやね、あんま聞いてなかった。性癖の話で頭いっぱいでごめん。なんかどこ行くってちゃんと聞いてねえじゃねえか。聞いとけ。キノコ買い足しとくべきだった。まだまだここじゃねえか。私たちのやることはまだまだここにあるじゃねえか。で、長老に話聞くんじゃねえのかこれ。
もしかすると頼もう。ちょっとちょっと一回資質だけ見させて。つかお前だからカエルとアイビアなのか、もしかして。カエルって、だってカエルってさ、両手もあるし舌もあるからな。お前、お前梵天に興味あんのか、お前耳なめ ASMR なんか梵天みたいなやつ嘘だろ。くすぐられながら梵天までする気かこいつ、イカれてるぜ。マリオさん、スターを探しておられるならわしにも心当たりがあります。この先のカントリーロードに悪さを反省したモンスターたちが暮らす街があるらしいのです。よし、一斉放射だ、一斉砲撃だ、一斉砲火だ。そこに住んでるネズミが先日この町にやってきて、スターを自慢しておりました。詳しい場所はわしも知りませんが、カントリーロードのどっかにあるのは確かです。こいつマジくすぐられすぎてカタカナ喋れてないんだけど、ろれつ回ってないんだけど、日常的にああいうことをしてるっていう証拠なんじゃないか。この町腐ってやがる、一斉射撃だ、一掃してやる、この町沈めさせる、教育に悪い。